ャンネルジョ。こんにちは。いやーもう終盤に差し掛かってきました。そうですね。あと2チーム、巨人、はい、オリックス。奇数が巨人、偶数オリックス。はい、いきます。5、巨人です。巨人どうなんでしょうね。あの上昇軍団ってね言われた時の、うん、どういう感じなのかっていう。そうですね、はい、こちなみに93年から逆指名が始まって、はい、まあ、その後自由獲得選手とかいろいろ名前変わりますけど、はい、2006年まであの自由、まあいわば相思相愛だったら好きな球団選ばれるようなシステムなんですよね、はいはい。まあ、そこを考えてもらって見ていくとジャイアンツは特に面白いかな。じゃあ94年、はい、1位川原さんです、はい、BB です。織田さん、福井が持ち主です、はい、川原さんね、2010年の日本シリーズ、はい、満塁から同点タイムリー、はい、打っちゃったっす。あー、そうなんですか。でも前世紀はめちゃくちゃコントロールも良くて球切れあるし、はいはい、変化球ブリ切れしてたらしいですけどね。へー。で95年、はい、原俊介無印、はい、西さん SS プラス、はい、清水さん SS、はい、おー、ここに来て。で96年、はい、入木さん S。 入木さんは社会人が金属バットの時に、はい、金属バットの社会人って10点差リードが全敗って言われてなかったらしいんですよ。10点差ぐらいだったらワンチャンでひっくり返せるっていう、はい、金属の時は、はい、その時に社会人で完封したんですよ。はい、もうあの時の時代の金属で完封はもう怪物です。へー。それぐらいめちゃくちゃすごかったらしいです。あ、そうなんですか。僕は直接対戦したことないんですけど、はい、テレビで見ててね、はい、あのアリアスとかの背中にブチ切れて通すとかっていうのをね、はい、あの武闘派みたいなイメージだけはすごいありますけど。そうなんですか。小野、はい、無印です。これもね、秋田芸法大から日赤入って左でめちゃくちゃいいって言われたんですけど、はい、うん、パッとしなかったですね。うん、三沢さんが BB、 BB。で97年、はい、高橋由伸さんです。 1SS です。あ、これ1なんだ、はい、で川中さんが無印の山田無印です。98年、はい、上原さん何 SS だろう。 3SS プラスです。おー、あれ、これ今のところ 3SS プラスが一番最高ですか。4もいたでしょ。 4SS もいたでしょ。いたっけ、はい、今だけ誰だっけな、はい、で新岡 S、 S、 加藤無印。99年、高橋久則さんいます、はい、SS です、はい、谷佐藤無印。2000年、阿部慎之介いきます。おー、 3SS です。おー、 3SS で、上野三浦無印です、はい、これでも三浦はね、なんか多分アスリートナンバーワン決定戦みたいな年末でなんかよくやってたじゃないですか、はい、あれで多分チャンピオンがなんかなって身体能力バリバリ高いんですよ。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ。へー。で2001年、はい、真田、うん、BB、 鴨志田石川無印です、はい、この真田もね、どこまで本当か分かんないんですけど、はい、真田幸村の直系じゃないかも分かんないですけど、はい、真田家の末裔っていう、うん、へーって聞いたことあるんですよ。あ、そうなんですか、はい、どこまで本当か分かんないんで、はい、あれですけど、まあ見よければね、皆さん調べてみてください。はい、そうなんだ。2002年、はい、久抜き AA プラス、AA プラスで久保 A、 はい、永田、はい、無印、はい、2003年、はい、宇都宮 2SS、 これはね、はい、あの駿河義秀でオリックスに入団拒否して、うん、東京ガス行って、はい、逆指名、うん、自由獲得枠でね入るっていうのがあるんです。で西村、はい、S、 S、 平岡無印。2004年、野間口三木無印の亀井 1S。 1S か、はい、で、ここまで約10年見てきましたけど、はい、あ、結構いますよ、SS とか。だから逆指名ね。あ、そっか、そっか。だからここがやっぱりね、ジャイアンツの人気っぷりと、うん、が目につきますよね。ここら辺の1位はもう逆指名のとか自由獲得枠の能力の高さですよね、うん、そう、チームとしてのやっぱり選手にとって巨人っていうのは憧れっていう。あとやっぱお金いっぱいくれますもんね。あ、まあ、その入団してからもう年俸の上がり率っていうのもやっぱり、はい、まあ、最近だとね、ソフトバンクとかもう対抗してくれる、できるチームも増えましたけど、はい、なかなか対抗できるチームはできてなかったんで、やっぱ、ね、好評と全然違うらしいですもんね。あ、そうなんですか。噂によるとあの選手もあの選手も好評6億円か5億円だったけど10億円もらってたっていう噂もあるし。そんなに、はい、すごいですね。推定だから一応ね。
そうなんですよ、あれって推定なんですよね。そうそうそう、嘘だから、うん、逆に言うとっすよ、うん、1位とかの方だけが活躍しないですか。あー、なるほど。でまあね、清水さんとか三沢さんとかね、亀井とかいますけど、これがうまいっていうかどうかはね、はい、ちょっとあれだね。うーん、そうですね。ちょっとうんってなるね。はい、まあでもまあ選手から来たいって思われてる球団だったっていう。巨人だからね。はい。佐藤さんは巨人行きたいなとかなかったんですか。強いところに出れるところ。この巨人に1位に選ばれてる人っていうのは、はい、アマチュア球界のエリートばっかりだ。あ、まあそうなります、ね。上原さん、高橋久典さん、吉野さん、新之助もそうだし、はい、入木さんもそうだし、うん、西さんもそうだし、川原さんもそうだし、木さぬきも久保とか宇都宮とかもそうだし、はい、もう、うん、あのアマチュア球界の、はい、あのなんていうのエリート。俺エリートじゃないから。そうです。そうだったんですね。うん、だからそこがドラフト上手いかどうかが、うん、ちょっとんってなるね。まあそうですね。だって浜松もしね、はい、学生青学の時に、はい、じゃあフジテレビだ、はい、浜松さんうちにどうすか試験とかもう受けないで、うん、お互いそうして育てたら、はい、うんって言ってくれたら決まるから、はい、契約金これと年俸これ、はい、うち来へんかって言われたら行くーでしょ。行きますよ。でだからそういう感じっすよ。はい、そうですね、みんな行きますね、うん、じゃあそれをもって、はい、ドラフト戦略がうまいかどうかは、はい、うんんってやるね。確かにそうですね。確かに、はい、2005年、はい、辻内、うん、高校無印、はい、門脇、うん、無印です。で辻内はね怪我しちゃってもありますけど、はい、一軍未出場です。未出場か。はい、大学社会人福田 B 戸賀野。戸賀野っていうんだ、うん、無印です。はい、で2006年、はい、坂本来ます。はい、お2SS ここで来ましたか。田中無印、はい、大学社会人は金と B、うん、上野無印です。はい、で2007年藤村 S、 中井無印で、大学社会人は村田古川両方無印です、はい、ちょっと大学社会人ドラフトがちょっとうまくいってないですね。うん、そうですね、全体的に、はい、2008年太田、はい、BB、 BB、まあ、これもあの日本ハム行ってからあのランク付け、はい、多分巨人にいてる間は無印だね。頑張ってますもんね、うん、今すごく。宮本斎藤無印、はい、巨人がね育てられなかったとか言う人いるんですけど、うん、違うんですよね、うん、出れるとこがないんですよね、はい、他もすごいんで、うん、FA とかも取ったりするし、はい、であとはそのチャンスが少ないんで我慢してくれないんですよね。うん、だそういったところでの伸び悩みっていうのがあるんですよ、はい、だから日本ハムの方が比較的そういうところが緩かったっていうのもあって、うん、結果出しやすかったっていうのも大谷取ったらあったのかも分かんないですね、うん、そうですね、うん、2009年、はい、来ます。長野、お辞退して辞退して長野来ます。おお、何でもしかに、うん、はい、SS プラスです。 SS プラス、はい、それなのに広島に人的保障って、いやちょっとちょっとなんか、お気持ち察しますみたいなね。いや本当そうでしたね。そこを組んであげないんだと思ってね。はい、いやーで2回も拒否して、はい、ね、そうジャイアンツもねいろいろあっただろうし、うん、ジャイアンツ来たら、はい、で結果も残して、うん、なったのに、はい、でなんかねちょっと寂しい気持ちにはなりますよね。そう、入り口がそうだっただけにね、うん、そこはなんか超のかわいそうやなっていうね、まあ、本人のね球団愛がすごいあったでしょうか、ね。うん、でもそれは巨人もそうやってねうちに来てくれたらってなんかあったかもわかんないじゃないですか、はい、これは妄想で喋ってますけど、うん、だってねそこでまで待ってだって取ってくれる保証がないと拒否できないわけじゃないですか。はいね、まあいろいろありましたね、うん、で木屋敷、はい、土本無印です。2010年沢村、うん、S プラス、はい、で宮國田中無印、あ宮國投手とかも無印なんだ、はい、で11年松本今村無印で松本は一軍未出場。ああそうなんですね。一岡が BB、うん、まあ、これもあの広島行ってからのご活躍ですけど、はい、12年菅野、はい、1SS、 はい、こう菅野も浪人してますからね。そうでしたね、まあ、日本ハムに、はい、なって拒否、うん、はい、でジャイアンツっていうね、うん、これがねジャイアンツパワーですよ。そうですね、うん、拒否して、はい、ジャイアンツ愛ですからね、うん、まあでもね原さんのお姉さんの息子じゃないですか、はい、それ巨人ですよね、まあ、そりゃ まあ、そこはね、うん、まあルールだから、はい、別に日本が悪いわけでもないし、うん、そんなの逆に言ったら当たり前だけど、はい、それ巨人ですよね。いやでも巨人じゃないですか。でもその一郎、まあ、言えばまあ大学受験とかで言って一郎じゃないですか、うん、その一郎ってその何ですか、大学にいるわけでもなく結構大変な1年じゃないですか。だから多分東海大のグラウンドでは練習してたんだと思うんだ
試合に出れないから、はい、公式戦と か,、うん、だかそこのが難しいですよね。でもそれでですよ、もしちょっと大怪我しちゃったとか、うん、なったら次指名されるっていう保証、そこは指名するよね、します。そんで別にチームに入ってから直させればいいじゃん。あ、まあそっか、だって怪我してても指名してから、はい、直す期間待ってからっていう人もあるしね。あ、まあ確かに、まあ、拒否するってことはもう来年取るよっていう話は出てきてるってことですよね。だ長男の時は、はい、取るよって言ってるのに1位でいかなかったから、うん、あのこういう2年だって太田とか太田行っちゃってるから、はい、前年に、うん、そこで1位長野行ってたら話は良かったんだけど、うん、そうですね。で、オール一時が無印です。はい。で13年、はい、小林 1S 和田無印、はい、田口 AA だからここら辺出てもやっぱり1位の人の活躍具合は多いですね。うん、だ多分12球団で一番1位の活躍具合多いと思う。なんかパッとまだちゃんと見てないけどパッと見、いやもうパーって見た感じ1位はちゃんと名の知れてる選手になってますね。まあ、その代わり拒否してきた人が宇都宮、長野、菅野って3人いるけど、3人なかなか珍しい。で沢村もね、中央でジャイアンツ以外は行きませんみたいなこと言ってたような記憶があるけど、はい、だそういうパワーがあるね、ジャイアンツにはすごい、いや行きたいっていうね。はい、それはだってチーム作りだから、はい、ブランドだから、うんうん、否定はしちゃダメだよね。それはそうですよ、うん、それだけ魅力ある球団ってことですよね。それ行きたいよね、はい、俺もそれは吉本さんぐらいの能力があったら、はい、篠介ぐらいの能力があったら、はい、それジャイアンツ行きたかったよね。でも俺そこまでなかったからそんな能力ないので行ったら潰れるだけだから危ない。まあでも佐藤さん、これ出られるところに行きたいっていうのはもう一番いい選択ですよね。強いところでね、はい、強いところで出れるところ、それは何かっていうと、うん、俺の能力が低いからね。あ、能力高い人は強いところで出れるところですって言わないから。まあ確かに能力高い人は強いところで出るだから、はい、俺もその立ち位置行きたかったね。でもいいじゃないですか、スターに上り詰めたんですから。そうっすね、大スターになりたかったっすね。大スターじゃないんですか。大スターじゃないし、スターですか。俺はね、一流なの、はい、超一流じゃないと。おー、そうなんですか。14年、はい、岡本、カズマ、AAなんだ。骨 BB、 BB、 高木 B、 高木 B、 だから3人ついたの初めてですよね。あ、そうかもしれない。ジャイアンツもね。そうですね。15年、桜井無印、重信 B、 米原無印で、16年、吉川畑、谷岡無印、はい、で17年、桑原岸田が無印、大城 B、18年が高橋松田直江全員無印。まあまあこの辺は、はい、うん、こんな感じですね。はい、まあそうすると10人、そうなんですよ、10人なんですよ、うん、無印多いね。多いですけど、この理由もすごい簡単に分かる。なんですか。まずジャイアンツは我慢してくれないから、頑張り続けないと定着できないので、はい、だから B とかに簡単になれないチームなの、はい、で何かあったら他から取ってくるから、うん、はい、一気に抜けなかったら全部それに潰されるよね、はい、だってあの前回横浜の時でも言ったけど、うん、村田来てるじゃんね、はい、山口とかも来てるし、うん、あのもっと昔言えば小笠原さんとか、はい、あと江藤さんとか増えてきてたりとか、うん、あの陽大館も来てるし、はい、で丸も最近来てる、うん、で、そうですね、あの、で住谷も来たわけでしょ、うん、でそうなると行く人の頭下されるから、はい、ここの人たちが増えないから、うん、結局 FA で取りすぎてるから、この無印の人が多くなるのはもう必然だね。いや、そうですね。だからこれドラフトで巨人の生え抜きで入った選手って結構ビクビクしますね。そう、だから見て上の人しか活躍してないじゃん。いや、本当にそうですね。だから要はジャイアンツの1位は、うん、アマ球界のトップのトップ中の人だから、はい、活躍する確率をがまあ高かったね、はい、でその人たちは活躍するけど、うん、その下位の人たちっていうのは、はい、チャンスがやっぱ上位の人は多少我慢してくれたりとか、育てなきゃいけないっていうところもあって使ってくれるけど、下位の人たちは我慢してくれないから、そこ来ないから、はい、来れない、うんうん、で来てもすぐ活躍しないとダメだから、はい、でそこを FA 取ってこられて外国に来て頭打ちされるから、多分無印が増えるんだと思う。そうですね、傾向全然違いますね、うん、だからチーム作りのやり方だね、うん、だからそういったところで、だから B と BB も少ないんだよね、はい、いや、なんか全部が少なくて、まあ、SS は安定的に10人いるかなって、うん、行ったらトップ立つんだよね、はい、あのもうジャイアンツに出たら頂点見るね、はい固定されたら頂点
って見るみたいな、うん、岡本とかも多分 S になるだろうし、なりますね、うん、きっと。いやでもやっぱり巨人に入ってこう無印でこうなっていく選手はやっぱ多いじゃないですか。ハイリスクハイリターンだね、ジャイアンツ。そうですね、うん、真ん中がいないもんね、いない、上行くか下かみたいな、はい、いや本当そんな感じ、上行かないと他の選手が来ちゃうからっていう、うんうん、いや大変な魅力があるってことですね。レギュラーになると頂点見るね、うん、はい、だから多分強さは維持できてるんだと思うよね。だからレギュラーにはもう頂点の人しかなれないみたいな感じになって、うんうん、でもドラフトで言うと物足りないんだよね、はい、この数字はドラフトだけの数字で言うと、うんうん、だから FA で補強したり外国人補強しなきゃいけないんだけど、はい、それが失敗した時になかなか優勝が続かないのがそこなんだよね、うん、ああなるほどな。で巨人から出ていく人っていうのはほぼいないから、はい、あのメジャーとかじゃない限り、うん、だから担保できるけど、うん、これ西武みたいに出ていかれてたら、はい、多分もう強さ保てないと思う。そうですね。いやなんかこうやって比べていくとやっぱなんか西武すごいなっていうのがすごい際立つんですよね、うん、あとジャイアンツはやっぱその94年から9あの2004年にかけての逆指名とか自由獲得枠制度のドラフト1位で取った人たちがエグすぎるっていう、うんはい、そうですね。1位の名前がやっぱもうビッグネームすぎて、うんうん、あとはねそのジャイアンツしか嫌やって言ってね、はい、北朝の菅野、はい、で沢村、内海とかね、はい、の頑張りもやっぱりジャイアンツだなっていうのがよくわかる。そうです、ね、これがジャイアンツみたいなよくわかるドラフトですね。はい、いやでももうジャイアンツしか嫌だって言ってでも本当にジャイアンツって活躍するから、そうそうそう、だからジャイアンツじゃないと嫌やって言ってジャイアンツ入った人はちゃんと活躍してるからすごいと思うんですよ。それはすごいです、ね、これで活躍できなかったらクソじゃないですか、それこそね、はいはい、それで超一流になってるから、うん、そこはやっぱすごいなと思うんですね。いや本当に、ね、うん、